チェンジの時、がんサバイバーストーリー。おはようございます、八木咲です。がんは日本人の2人に1人がかかると言われる身近な病気です。この番組ではがんと戦う皆さんと共に今と未来について考えます。がんと向き合う中で気持ちを前向きに変えることができた瞬間、チェンジの時についてお話を伺います。この番組は小野薬品工業と日本対がん協会の提供でお送りいたします。おはようございます。チェンジの時、がんサバイバーストーリー。早速ゲストの方をご紹介しましょう。前回に引き続きまして、俳優の東照美さんです。今週もよろしくお願いいたします。おはようございます。前回は2018年62歳の時ですか。ああそうですね、はいはい、肺腺がんが見つかったというところでお話を伺いましたけれども、まあ、早期に見つかって手術だということ、すぐ決まったということでしたよね、はい、具体的にはどんな手術になったんですか。腹腔鏡手術ですね。はい、ですから見た目は2箇所穴が1センチくらいの、はい、もう閉じてますけれども、それだけで、でも時間は5時間くらいかかったらしいんですよ。そうですか。腹腔鏡ってその体力をあまり奪わないっていうふうに言われているんですが、はい、傷跡も大して残らない感じですよね。残らないですね。本当に探せる感じですか。あ、探せますよ。あ、そうですか。はい、見えます。1センチくらいのこうちょっとへこみみたいのはありますから。あ、そうなんですね。ただあと中を切って出ますよね、当然ね、はい、私ステージ2になっちゃったのが最初1で見つかったんですけれども、はい、リンパに13個かなあって、はい、でそれも全部取ってくださったんですけども、だいたいこう、まあ、お医者様は経路が分かっているので、はい、まあ、上の方に向かって、まあ、13個取ったというお話でした。医療技術の進歩ってすごいですね。すごいですね。肺そのものも一部切除されたんですね。はい、ですね、左肺の5分の2を取りました。で、まあ、多少は大きくなっていくらしいんです。あ、肺もそうですか。元には戻らないけど、多少は大きくなるっていうことで、それかけたりすると、うん、まあ、今までよりはハーハーしちゃうかなっていうのはありますけれども、普通の生活には何の支障もないです。手術の後に復活ライブもされてらっしゃいますけれども。そうなんです。こう歌ったり舞台に立たれたりというところでは支障は感じられないですか。最初ね、やはり歌をね、歌うことが、はい、まあ、息継ぎがちょっと変わるんじゃないかと、まあ、確かにちょっと変わりました。今までここまで歌のフレーズが長かったのがちょっとね、変なところでフレーズが切れてしまうの でそこはまあちょっとこう技術的なものを加えて、はい、なりましたけど、今はほとんど大丈夫になりましたね。そうですか、その時ファンの皆さんの反応って覚えてらっしゃいますか。手術してすぐに、レコーディングをしまして、発売もすぐだったので、皆さんも、まあ、復活みたいなことでマスコミの方たちも集まってくださって、もう全然太ってるし、そうか、がん患ったとは全く思えないねっていうことで、はい、もう勝手ながん患者さん そのドラマに出てきそうな、うん、まあ、そのビジュアルでは全くないですよね、はい、全くないでしたね、うんうん、もうちょっと痩せんのかなとか思ってたんですけど、全然痩せなかったですね。そういう意味ではがん経験されてプロポーション完全になんか戻られたみたいな感じが私はしてるんですけれども。あ、そうですね、その当時よりも締まってると思います、はい、今の方が、はい、っていうのはやはり再発も嫌だし、まあ、今もうじき67になるんですが、やはり足腰を鍛えないと、もう70になりたくないなっていうのがあったものですから、まあ、がんをやって特にですから、もうとにかくプロポーションだけは、まあ、もうこんな状態でもまあ維持はしていきたいというのがね、やはりね、こう健康について多少変わった気はします。少しでも周りに迷惑をかけないで生きていきたいなっていうのがあるんですよ。まあ、どっかね、気楽に考えてるとこあるんです、はい、今まで通りに生きていこうって思ったんですよ。はい、それは娘も嫁に行き、孫も生まれて、まあ、可愛い孫も見せてもらえたので、まあ、ここでね、よしんば
まあ、亡くなることがあっても後悔は絶対しないと思ったんです。そっか、そういう意味ではこう悔いがない。はい、悔いがない。これ以上別に長く生きることにこだわりがなかったってことなんですかね。はいはい、あで割とやりたいこともやってきたので、はい、そういう意味ではね悔いはなかった、私はね、はい、ただやはり若い方とか、うん、まだ子供が小さい方とか、その方との考え方とはもう全く私は違うと思うんです、うん、ですから抗がん剤も本当は4クールだったところを2クールでやめちゃったんですね、はい、っていうのはもう髪の毛が抜けるとかこれはもう覚悟はしてましたけれども、味覚障害になったんですね、うん、それと耳鳴り、これはもう今でも治らない、うん、でそれが始まって、またこれ2クールやったらばもっともっとひどくなるんだろうなって思って、で娘にもうママもうね十分生きたと思うし、まあ、これで別に2クールでやめたからっても死んじゃうわけではないと、分かんないと、うん、はい、だけどもうママはもういいと、だからあなたには言っとくけどママは本当に幸せな人生だったからもう2クールでやめたいって言ったら、いろいろ考えて本人も分かった、ママの人生だから好きなようにしてっていうことで、うん、っていうのは私母もがんで送っているの でその時私は本当にもう、まあ、ネットの知識とかそんなものしか知らなくて、結局は抗がん剤とあと放射線ですか、はい、両方受けさせちゃったんですね。あその時で76歳の時に、はい、でもそれが治るっていうふうに思ってたんですけども、結局1年半くらいで、まあ、亡くなることになって、もうどうしてあんなねもう痛い痛いって言ってたので辛いことをさせちゃったんだろうって本当にずっと後悔してたんですよ。で自分も、まあ、10年近く経って同じことになるわけですけど、まあね、あの痛さになるんだったらもう嫌だと、もう十分生きたっていう感じがしました。そうですね、娘としてはただお母さん その生きる確率をできるだけ上げたいという思いでこの治療を受けてくださいって頑張ってくださいってことですね。もうそれしかないかったんですよ。もうね背中を押してるっていうことですもんね、はい、そうですね。でもご本人が経験してやはりその長く生きるか、まあ、その今日この一日の質を取るかみたい な、うん、まあ、なんかそういうことで葛藤されて抗がん剤をやめられたということですね、はいはい、ご本人はそれで良かったと。もう良かったと思います、うん、まあ、5年近く今生きてますからね、はい、だけどこれはもうねその人の人生とか年だとか環境によってもう絶対考え方は違うと思うので、もう私はやめましたけど、やめないでやったから生きてる人もいっぱいいらっしゃるわけで。そうですね、もうその時その時ですよね、これは。そうですね、いろんな経験談を聞いて、まあ、ご自身に当てはまるのはどれかなっていうふうにまあ想像していただきみたいなことなんでしょうかね。そうだと思います、ね、私はがんになったので最初は3ヶ月に一遍とか、うん、でだんだん今6ヶ月に一度の検診になったんですけど、はい、それなかったらもうほぼしないですからねそういう意味ではほらがんだけじゃなくてどっかが悪いってことも見つけてくれるわけじゃないですか、はい、そういう意味では、まあ、逆に開き直ってありがたかったかなとまで言えるかもしれないです。以前別の方ががんを経験して健康に気を使うようになって健康になれたっていう方もいらっしゃいましたね。それは本当に哲学的ですけどそれはあると思いますなんかね、はい、私もその体をね、はい、維持しておきたいっていうのはやはりそういうなんていうんですかね、ご褒美なんですよ。辛いものももちろんありますよ、運動したりするってことは。じゃあそのプロポーション保ってらっしゃってるこう秘訣は何ですか。具体的なスポーツってあるんですか。いやもうストレッチがほぼですけれども、はい、あとはもう姿勢をとにかく良くすること、はい、もう年々背中が丸くなってきますですよね。特に携帯とかやってるとどうしてもこうなってっちゃうんですけど、はい、もうとにかく姿勢を良くすることと歩き方、はい、歩き方をちゃんと歩く、はい、これはね見てるとね下手な歩き方の人がいっぱいいるんですよ、若い人でも街中で気になりますか。もうすんごい気になって気になってフラミンゴ、フラミンゴじゃないフラメンコ、間違えた、失礼しました、まあ、両方とも正解みたいな感じフラミンゴのように足もまっすぐにしてフラメンコ、そう60でフラメンコを始めて、もう今ちょっとねやってないんですけど、はい、腰痛になったんですね。でそれでもう足が音がいい音がもう鳴らなくなっちゃったので今ちょっとお休みしてますけれども、
フラメンコやってやはり、ね、姿勢の良さの大事さが分かりました。どうでしょうか、がん経験された方もしくは今まさに闘病されている方も聞いてくださっていますけれども、何かメッセージかけるとしたらどういう言葉になりますでしょうか。ああ、もう打ち勝つのは自分の心次第だと思います、はい、でも弱気になったらもう負けですから、弱気にならないように前向きに、もう何でもかんでも楽しいとか、何でもかんでもありがたいとか、そうやってね、もう前向きに、私は朝起きて、あ、目覚まし時計、はい、ありがとうっていう言葉に出して止めるんですよ。ほう、朝最初に喋る言葉がありがとうってすごくいいんじゃないかなと思って、それだけは続けるようにしてます。その一日のマインドセットというか、いいかもしれませんね、はい、でも今日も一日ね、いい日だったって先に言っちゃうんですよ、朝起きて。おお、過去形にしちゃうこと。一日のスタートをちょっとやってみます、うん、そうですか、はい、ぜひやってみてください。騙されたと思って、そうそういや、これはね、騙されてください。いやでも何かあると思います、そういうありがとうのなんか魔法みたいなのって何かある気がします、うん、はい、言ってすっごい気持ちいいの。ありがとうございました。本当に元気をいただきました。東てるみさんでした。お送りしてきましたチェンジの時、がんサバイバーストーリー。番組では皆さんからのご意見や感想をお待ちしております。メールアドレスは小文字でチェンジです。 change@abc1008.com です。抽選で番組オリジナルクオカードやがんサバイバーを支える一冊、がんのハテナに答える本、がん相談ホットラインに寄せられた100の質問と回答をプレゼントいたします。また今日のトークの様子はチェンジの時番組公式 YouTube で動画配信もしています。番組ホームページでは過去のアーカイブもご覧いただけます。こちらもぜひチェックしてください。来週は近藤社会保険労務士事務所代表の近藤明美さんをゲストにお迎えしてお送りいたします。がん患者の就労支援に取り組んでいる近藤さんご自身のがん経験についてもお話を伺っていきます。チェンジの時、がんサバイバーストーリー、お相手は八木咲でした。この番組は小野薬品工業と日本対がん協会の提供でお送りいたしました。